皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからはオプション取引の中上級者編第3弾お送りしていきたいと思います。相棒村山です。はい、よろしくお願いします。私たちも少しずつ成長してきましたかね。少しですけどね。ね、はい、中上級者の今一歩目を踏み出そうとようやくしているところでございますが、うん、はい、さらに今回もお話を伺っていきたいと思います。野口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はどんなお話になりますか。あ、今回はですね、ボラティリティスキューというなんかね、なんかまた専門的な言葉が出てきましたけど、ちょっとよくわかんないような、これはオプショントレードにとっては必須なんで、必須なんで、必須ですか。いや別に言葉だけ覚えてくれる。ボラティリティスキューっていうのが一体なんだっていうのをね、うん、覚えていただければいいかと思います。知ってるのと知らないのだとやっぱ全然出てくるんですか？そうなんです。だからスキューがよくね、オプションのトレーダーの中で、はい、スキューが持ってるとかスキューがハゲてるとか言うんですよ。持ってるハゲてる、なんか全然わかんないでしょ。全然わかりません。それがわかるようになってくれれば今回はいいかなと思います、はい、簡単に言うとスキューが立つっていうんですけど、そういう状態を持ってるっていうんですけどね。でスキューが剥げるっていうのはスキューっていうのが寝るっていう状態なんですよ。寝るとも言うんですよ。で立ったり寝たりするもの、今は、うん、その辺のそれがどういう意味かっていうのは後でちょっと、ね、はい、理解していただければと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。で、スライドなんですけどね。でちょっと言葉ばっかりで申し訳ないんですけどね、うん、今度は16枚目のスライドなんですけど、はい、もう村屋もね、はい、分かったと思うんですけど、はい、日経平均が上がっていく時っていうのは同じ値幅だったら、はい、ボラティリティは IB は低くなりますね。はい、そうなんですね。うん、日経平均が上がっていくと同じ値幅だったらボラティリティは低くなるわけですよね。はい、でだからこうね、理由の一番でここに書いてあるんですけど、日経平均同じ値幅なら日経平均価格が高い場合 IV は低く計算されますと。はい、でそれからこの理由の2っていうのがね、うん、すごく大事なんですけど、はい、ボラティリティってね、VIX のことをよくフェアゲージっていうんですね。フェアゲージっていうんですけど、これは英語で恐怖指数っていう、はい、言葉、ね、聞きますね、よく。英語じゃない、日本語だ。日本語ですね。フェアゲージが英語ですね。日本語で恐怖指数っていうふうに言うんですけど、はい、なんで恐怖指数かっていうと、まさにね、村屋がプッと買ったのはね、はい、株が下がると怖いなっていうことで買ったわけですよね。はい、そうです、ね、だからオプションは株が下がると怖いなって言ってプッと買う人が要はたくさん出てくるわけですよ。はい、でそうすると株が下がると怖いっていう市場心理が高まった時ですね、うん、はい、だから市場の中で恐怖が高まってくるとプッと買う人がたくさん出てくるんですね。うん、はい、そうすると買われるからこうプットの、うん、オプション価格って高くなるじゃないですか。はい、でオプション価格が高くなるイコール、うん、オプションを計算に使われているボラティリティである IV ですね、うん、はい、インプライドボラティリティは上がるっていうことなんですね。うん、だから恐怖が増してくるとボラティリティは上がるんですよね。うん、はい、で日経 VI もそうなんですけれども、はい、VIX 指数も両方とも同じような計算の仕方してるんですよ。つまり一つ一つの公司価格の IV を計算してるんではなくて、そのたくさん取引をされている公司価格の IV を集めてきて指数化してるんですね。だからプットがどんどんこう買われていくと日経 VI も上がってくるんですよね。だからこう恐怖指数というね、はい、そうプットがこう人気になるって言うんですけどその市場心理で下がっちゃ困るなっていう状態になった時にプットが買われるとこう VI が上がってくるという感じなんですね。でそれが理由の2なんですね。はい、株は
ロングなんで下がる可能性が出てくるとプットが高くなるということです、はい、そうするとほらプットばっかり買われるわけですよ、うんうんうん、でそうなってくるとアットザマネーって言われるね、うんうん、それとかコール、はい、例えば普通コールって今の日経平均よりも高い公司価格の、まあ、取引をするのが普通なんですね、うん、だから、まあ、例えば日経平均が 22,500 円だったら、うん、22,750 円とか 23,000 円とか の、うん、コールオプションを買うのがまあ普通なんですね、うん、で上がるだろうっていうことですね。そうするとその、恐怖いわゆる日経平均が下がっちゃうっていう時に、はい、コールは別に買わないですよね、はい、でそうなってくるとコールのボラティリティあんまり動かなくてこうプットばっかりこう上がるわけですよね、うん、そうするとさっき言ったように公司価格が低いほどボラティリティは高くなりがちなのにさらにこう恐怖が煽るから、うんプットがどんどん高くなりますよね、うん、そうするとアットザマネーって言われる日経平均と同じ価格ぐらいのボラティリティ公司価格のボラティリティとそれからアウトオブザマネーって言うんですけど、うん、日経平均が低くなった時のプットのボラティリティを比べるとどんどん差がこう大きくなってくるんですよね、うん、でそういう状態を実はスキューが立つっていうふうに言うんですよ。出てきましたスキューがここで、はい、で逆に安心感が漂ってるとプットいらないから、はいはい、買う人少なくなるんですね、はい、でそうするとこう高くなってたプットのボラティリティがスルスルスルっとこう落ちてくるわけです、うん、でそうなってくると今度はあんまり動かない日経平均価格に近いところと、うん近い公司価格のボラティリティとアウトオブザマネーっていうその低い公司価格のプットのボラティリティの差がなくなってきますよね、はい、でそういう状態をスキューが剥げる剥げる、ね、なるほど、うん、ある意味そういう期待値みたいなものが剥げ落ちてしまったみたいな、そんな感じですかね、イメージです、立つのと剥げるのと、ね、でそれが実は結構オプショントレーダーにとっては飯の種みたいになっていくところがあってまあ、市場のね動き方とオプション価格のその動き方をある程度こう念頭に入れながらまあ割とボラティリティでトレードする人たちはトレードするっていう感じ。なるほどですね。それのだからスキューっていうのがどういうものかっていうのを、はい、今回はちょっと見てもらおうと、はい思ってます、はい、それを覚えるとなんとなくプロっぽい感じになってきますね。そうですね。なんかあとほら何度も言いますけどオプションだけじゃなくてね普通の相場を見るときにもやっぱりそのオプションのその IV のね、うんうん、その大きさなんかを見るときにこうなんか今は下値不安が高まってるなとかね、うんはいはい、今は結構安心してるなとか逆に安心してるときこそ危なかったりとか、ね、だからそういうのをこう自分なりに判断するのに、うんうんはい、まあいいかなと。そうですね役立ちそうですね、はい、それでまあここにちょっと書いてあるんですけどねこのスライドの16枚目の下の方に、はい、株式オプションでは公司価格が低い場合は高い IV となり公司価格が高い場合には低い IV となると、うん、でこの状態のことをボラティリティスキューと言いますと、はい、っていうことですね、はい、でこれをちょっと実際に見てみます、はい、で、これはですね6月の22日引け時点ですね6月22日引け時点の IV の大きさ下にあるのはパーセントで数字自体を公司価格別に並べてありますでそれをグラフにしてるのが上のグラフですね、うんはい、チャートチャートじゃないですねグラフですねでこれ、まあ、見てれば分かる通り公司価格が低い左側の方からこう高いボラティリティがついててこう公司価格が高くなっていく順番にこうどん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 下がっていくっていう感じですね、うんはい、まあ最後の方はちょっとだけ上がったりするんですけれども、はい、まあ基本的にはこうずるずるずると下がっていく感じですね、うんはい、これがスキューっていうものですね、うん、でさっき言ったスキューが立つっていうのは言ってみればこの下がり方が急激になる状態をスキューが立つって言って、はい、スキューが寝るっていうのはこの下がり方が
あの緩やかになる状態ですね。今これ実際に見てるのは平均的なまあ感じの形んとそうですね、あの割とよくある形ですね。まあ、今は、はい、あのあそうですね、まさに今っていうのは割とこうあのよく見る、うんうん、タイプのスキルだと思います、はい。まあ、日々変わったりするわけですよね、そうですね、はい。でまあこれをですね、あのどうやって数字で見るんだっていうとですね、まあ、いろんな見方があって人それぞれなんですよ。であのここは一応その一つのアイディアなんですけどね、僕が見たりするあのよくトレードしてる人は実はこう数字だけ見ちゃえば大体どんな感じだか分かっちゃうんで、あんまり気にしないんですけど、まああのスキューのこの感覚をつけるのによくやるのがこの四角で囲ってあるところに書いてある感じのことですね、うんうんうん。あの 5% ぐらい OTM っていうのはあの日経平均から 5% ぐらい、右に行った、はい、あのコールのボラティリティ。右に行くというのは高くなったってことですか？あの公式価格が高くなる、ね、高くなるってことですね。そうです、はい。で公式価格が高くなるとボラティリティ低くなりますね、はい。だからここには低いボラティリティが入ってきます、うん、普通で。あの今度は左に 5% ぐらい左に、はい、あの行ったところの公式価格のオプションのボラティリティを取っていきます、うん。こっちはあの低い公式価格なんでボラティリティ高くなりますよね、うん、はい。そうするとあの低いボラティリティから高いボラティリティを引くので、まあ、負の数字になりますよね、うん、そこを ATM ATM っていうのは今の日経平均株価に近いあの公式価格のボラティリティを持ってくる、はい、うん。だから例えばこれなんかすごいいい加減に使ってますけど ATM つまり日経平均株価が 22,500 円の時は、うん、じゃあこの ATM っていうのは 22,500 円のボラティリティ取りましょうと、うん。でこのあのちょうどこの6月22日ってほとんど 22,500 円なんで引けがなんかねちょうどあの都合が良かったんだよ、ね、それで作ってきたんですけれども、はい、そうするとあの 22,500 円のボラティリティは 13.788、うん、で、この 5% ですね。5% のところが 23,750 円だったんですね、うん、はい。でそうするとこれ 11.808%、うんうん。で、今度はプットの方下に行った 5% 下に行くと 21,250 円ですね、うんうん。これはあの 21.292% すごいですよこれ結構、うん、ね、なんかこんなに違うんだって初めて見ると思ったりすると思うんですよ ね、うん、そうですね。結構違うんですよ。あのちなみにあの時間が影響してくるんですけどね、どん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 こうね、あの S キュービに近づいてくると実はこのボラティティ大きくなっていっちゃうんですけれども、そこはね後でどうやってそれを調整するかっていうのもちょこっとお見せしますけれども、これはあの調整しない数字です。でやると、まあ、例えばこうやって計算するとマイナス 0.688 っていうのが出てくるんですけど、こういうような感じで、まあ、数字を見てる人もいます。なるほど。でこうやって毎日見ながら、スキューの傾きが大きくなったとか、うん、ちっちゃくなったとか、うん、そういうような、うん、参考にしたりするんですね。はい。そう。で、問題はですね、まあ、今言ったようにこれ実は取ったのは7月切りで取ったんですね。はい。オプションってね、こう7月と8月と9月ととかいっぱいありますよね、うん、はい。どうしようかなっていうで実際ここで見ればわかるんですけど、横軸に公式価格を取って縦軸に、ボラティリティを取ると、はい、みんな違うんですよね、うん、第一元月と第二元月とズレ、ね、がありますよ ね。でこれやってるとなんかどれ見たらいいのっていう、ね、うん、感じになるじゃないですか。どれがいいんですか？困っちゃうなって、うん、そうなんですよ。だけど一番やっぱり取引するのって第一元月でしょ。まあそうです ね、はい、だからまあ一般の人だったらとりあえず初めはね第一元月を見るっていうのは一つ の、はい、あの手だと思います、はい。でそれとあとついでに言えば残存期間をこれはあと2週間とかね、そういうのもチェックしながらっていうので見るのが一つ、うん、で
もう一つはですね、まあこうね、スキューがこう時間のこの問題を取り除く、スキューから取り除く一つのアイディアっていうのがあって、それがあのスライドの19番、はい、19番、ちょっと飛びますけど、はい、見てほしい、はい、なんかちょっと変な計算がまた書いてありますよ。ルートが出てきた。ルートだけじゃないんですよ。ルートだけじゃないんですよ。なんか、ね、変な言葉が出てると思います。ログマニーネスっていうか、ログマニーネスっていう、マニーネスって、ね、あ、なるほど。マネーネスってね、これね、これもね、オプションではよく使われる。初めて聞きました。初めてですあの、ね、マネーネスってね、マネーネス、あのオプションで使われるマネーネスは、あ、これね、マネーネスって一応言葉としてあって、まあ、あのよく使われるんですけど、オプションで使われるマネーネスね、はい、特にあの、うん、株のオプションで使われるマネーネスかな、はい、正確に言うと、うんうん、それはあの公私価格と、うん、あの今の日経平均株価、うんうん、正確に言うと、まあ、あの先物なんですけれども、はい、あの公私価格と現月を同じくした先物の値、はい、それの差の部分を数値化したのがマネーネスって言います。はあ、うん、はあ、だから普通は何パーセントっていう形で見るんですね、うん、出てくるんですね、ね、うん、で、あの単純に計算すれば、あの公私価格からあの今の日経平均の先物の値を引いて、うんうんうん、で先物の値で割ればいいんですね、うんうんうん、そうするとあのマネーネスっていう何パーセントっていうのが出てくるんですけれども、はい、あのこれがね、オプションの世界でよく使われるのはね、ログでやるんですね。ログでやる。ログでやる。ログでやる。あのエクセルがやってくれますか。なるほど。なるほど。エクセルさんがやってくれます。だから どうやってやるかっていうと、これを入れてください。エクセルに。なるほど。LN っていう数字をつけて、まあ、あのエクセルの中にね、イコールってまず打って、はい、で LN って打って、括弧をするとですね、エクセルの関数が出てきます。あ、でその括弧の中に公私価格割る日経平均または先物、その価格を入れて括弧閉じる、うん、あとはお任せと。そうです。そうするとあのログマネーネスっていうのが出るんです、はい、でね、まあそれはね、実はあれと変わらないんですよ。さっきやった公私価格引く日経平均っていうのを日経平均で割るのとほとんど数字的には変わらないんです。あ、なるほどですね。でもなんか、はい、あのちょこっと変わっちゃうんで、まあ、計算するっていうことですかね。こんなことやってる。なるほど。で、日経のオプション以外も含めてなんですけど、その VIX のオプションもそう、あのアメリカのオプションでもそうなんですけど、じゃあ期間のね、うんうん、その問題を取り除くにはどうするかっていうと、ルート期間って前回も出てきましたよね、あのボラティリティ計算機、はいはい、でルートの満期までの期間っていうのでは、さらに割ってあげるっていうのをやるんですね、うん、うん、これはねちょっと大変なんでね、うん、これはあのこうね、こういう見方もあるんだなぐらいで見てくれればいいです。プロの世界ってこんなんだなっていう感じですか。これはね、かなり上級者向けだと思います。ああ、そうなんですね。こうなっちゃうと本当上級者向け、うん、上級者って聞いてほっとしてしまいました。いや、あのこれをやってる人はそんなにいないと思います。ああ、よかった。あ、じゃあ知ってるだけでもすごいですね。あ、そうです。そうするとね、でちなみにあのこのね、あの四角の中に書いた計算式を横軸に取ると、あのパーセントになっちゃうんで、ほらなんかあの 0. いくつとかになってるじゃないですか、数値がね、うん、はい、うんうんうん、横軸、はい、横軸ね、そうですね、はい、この本当だ、はい、マイナス 0.2 とか、そうですね、まあ、ね、書いてあります。で、はい、これに合わせてさっきのね、このあの現月ごとの違いのスキューを合わせて、はい、3現月これ両方あの、うん、プロットしてグラフにすると重なっちゃうんです。重なっちゃうんですね、うん、結構重なります。
へえ、ね、そうなんだ。で実はね重ならない時もあります、うん、そこで何か違和感みたいなものが出てきたりするんですか。そうです、ね、でまさにさっき今これが割とよくある状態なんですかって言ったのは、うん、はい、あの僕がそうですよって答えたのはまさにこういう状態だったんです。6月の22日、さっきのやつを重ねるとこうなった、ええ、だからあのまさにこの時間のね、あの影響を取るためにルートの期間っていうので、この前にやったこのチャートね、この前に現月ごとに全然違うスキューを持ってるような、はい、図ありますよね、うん、グラフ。これをこのさっきやった時間の状態を取るためにログマネーネスっていう変なのを使ってでルートの時間で割るとこうやって重なっちゃうんです、うん、だから時間的な誤差みたいなものを取り除いて、そうなんです、同じように表してくれたやつ、ね、そうそうそう、ね、でそれでだから僕がよくある形なんですかって言った時にはいって言ったのは、重なってる状態が割とよくある形なんですよ、はい、それで僕がよくある状態ですって言ったんですね、はい、でこうやってみると、あ、こういう状態なんだなっていうのが分かるんですね。でこういうまさに第一元月と第二元月と第三元月のその IV ですね、うん、これが重なってるっていうのがまあよくある状態なんですよ、うん、それってこの先もなんかこう大きな変動は特にあまりなさそうだなみたいな感じの落ち着いた相場みたいな。あ、それがね難しいですね。違うんですか。違うんだ、一概には言えないんですね、実はね、うん、落ち着いてる状態って、うん、その当面動かないなって思うわけですよね、はい、でその当面っていうのが問題なんですよ。あ、で当面っていうのは大体トレーダーの感覚から言えば1週間かそこらの感じじゃないですか。まあ確かにね。でそうするとね、その当面っていうのはじゃあオプションの現月で言うと、あ、ね、一番近い現月でしょ、はい、そうですね。だから当面落ち着いてるなっていうんだったら一番近い現月の方が影響を受けるんですよ、うん、でそうするとどうなるかっていうと一番近い現月の IV が下がっちゃうんですよね、うんうんうん、そうすると重なってなくて、そうか、逆に外れちゃうんだ。そうそうそう、外れちゃう。なるほど。で逆に動くなっていうと、はい、じゃあどうなりますか。じゃあ今度は SQ じゃなくて、IV 上がりますよね。そうですね、うん、でだからIV が上がると今度はこの重なってる状態から第一元月 の、うん、グラフだけ上にこうヒューって回避しちゃいますよね。そうそうそう、だからこれはよくある状態って言ったのはどっちに行くのかなみたいな、ちょっと気前酔いみたいな感じの、はい、ね、そんな感じのあれですね、はっきりしたものが出てない時みたいな感じ、そういう感じです。なるほどね、そういうのを見るのにね、上級者はこういうのを使っちゃうんですね。それもだからモメンタムみたいなものがそこに現れてるってことなんですね。結構参考になるでしょ、オプションね、はい、これ毎日私の手元に届いたらいいなと思ってこのグラフでね、僕はフェイスブックで公開してますから。それはぜひ参考にさせていただきます。毎日じゃないんですけど、はいはい、僕が自宅にいたりするときには、はい、えっちらおっちらとフェイスブックで作って今日の引けの IV はこんな感じです、みたいな、それが一番早い一般公開してますからフェイスブックのアカウントさえあれば、うん、そうですか、ぜひこの映像をご覧の方もいかがでしょうか、遠藤さんとかもたまに買いましたなるほど、はい、でまあもうちょっとね、じゃあこのね、こういう状態を見てちょっと分析をしていきますけれども、はい、ちょっとこれはね、2つの状態を比べてみました、うん、でこれは数字にしてるんですけど、スライドの20ですね、スキューを実際にこのオプション価格と比べてみた感じですね、うん、でかつ1ヶ月前と比べてみました、はい、でこれ下がね5月の18日、うん、で上は6月の22日なんですけれども、はい、両方とも残存が3週間なんですよね。だからちょうど第一元月それぞれこう5月の時はね第一元月の6月切りで
あの第二元月7月切りで、6月のと、22日は第一元月が7月切りで、第二元月は8月切りですよね、はい、でこれでちょっとね、日経平均の価格は500円ぐらいずれてんですよ、うん、あの5月の時の方が高かった、あ、本当だ、で、うん、ちょっと500円ずらして作ってみたんですけれども、うん、はい、あのボラティリティムライアン見てください。第一元月だけでいいです。この6月の第一元月のボラティリティと、あの5月の時の6月切りの第一元月のボラティリティ、うん、どっちが高いか低いか。5月と、6月ですよね、うん、まあ、6月の28っていうのは高いんじゃないですか。そうですね、はい、だからこれ6月全体的に高いでしょ。これもう全部が20、そうですね、そうです、で、はい、あの5月の18日ってね、うん、なんかほらトランプがこれから話すぞとか言ってね、いろいろ材料が出た割にはなんか材料出すぎててみんな動かなくなって動けなかったっていう感じですかね。でほら、だから当面動かないでしょ。さっき言った当面ですね。そうだから当面動かないから、うん、6月切りっていう第一元月のねボラティリティがもうミゼラブルでね。なるほどですね。あのアットザマネーのところからちょっと外れた、あの 23,500 円のところのコールなんて 11.06%。 あ、まあ僕が見たボラティリティではあの9% 台っていうのが最低なんですけどね、そうなんですか、あの最近までの状態だと、でもかなり低いです ね、 ね、そう、あ、そういう感覚を持ってるのが大事なんですよ ね、 ね、ほら、ムライアンさんも随分こうボラティリティの感覚が、ね、すごい先輩いやいやいやで、あのこれもね結構低いんですよ。でね、あの実はねコールはねあんまり変わらないんですよね。あの今の6月22日の方、コール見てください、低いでしょ、うん、そうですね、23,500円のコール、うん、11.74、 ちょっと高いですけど、だけどあのプットの方はね、こう6月の22日は村山さんが言ったみたいに2万円だと 28%、うん、であの比較できる2万500円のところで 25.47 と 23.74、これコールはねやっぱりこうグー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 上がってくるんですよね。なるほど。だからこれあのスキューがねちょっと持ってるっていう状態なんですよ、はいはい、であのこういうふうにねこう恐怖、今はだから6月22日の状態はこう5月の18日みたいになんか当面動かないっていうんじゃなくて、ちょっとこう下を気にしなきゃいけないかなっていう感じを出してきてるっていう感じですね。ちなみにこのボラティリティ、さっき 9% 台だと最近では低い方だとおっしゃいましたけど、うん、高い方だとどれぐらいの数値が出たりするんですか。最近の高いのだとあの、まあ、コールっていうかあのアットザマネーで言うとですね、最近で高いのだと、まあ、20% いくかいかないかぐらいですね。そうなんですね。だから最近はね上がんないんですよ。昔は平均 20% ぐらい の、 あの動きがあったんですけど、やっぱり、はい、あの日経平均が高いじゃないですか。上がってきたからですよね。それも影響が、ね、あるんですよね。 そうかその水準も合わせてみないと、ただの数字だけだと見誤っちゃう感じはあるんですよね。あのアベノミクス始まった時とかはやっぱ結構コール あの時はね 30% とかコールがありますよ、あのやっぱりこうグイグイいったりする。1000円とか1日で上がっちゃってたでしょ。だからコールってあんまり変われないんですけど、あの時はなんかこう初めだから喜んでみんなコール売ってて、あのあ上がっててもいいやコールなんてっていう感じで売ってたんだけど、こう1000円みたいな感じで、だからあのコール売ってた人があの逆になっちゃって、買い戻しする羽目になってロスカットが入ってブーンと上がっちゃって、またさらに上がるみたいな。だからめったにないんですけど、その勢いがついてあれっていう風にどんどん上がっちゃってる時に、たまにコールを売ってた人たちがあのペイントレードっていうんですかね、そのあの泣きながらあの買い戻しても、ボラティリティがフィーンって上がってって、でもそういうのが分かってたとしたら、現物株だけやる場合でも、背中を押してくれそうですが、まだ買ってもいいかもみたいな。だからコールをね、その買ってるような人たちがいるっていうことは、あのコールを売ってるっていう人たちは
ヘッジをしに、はい、あのデルタヘッジっていうんですけどね、うん、ここではやらないですけどデルタヘッジっていうんですけど、はい、コール売ってる人はあの日経期も買わなきゃいけないんですね先物 も、うん、でそうすると売ってる人がいっぱいいるっていうところではだんだんそのコールを売っているコールのオプションに日経期が近づいてくるとヘッジにこう日経金買わなきゃならない人がいっぱい出てくるんですよ、はい、そういうのもねドライブの力になるんですよ ね、 うそうですね、そうするとグイッと上がっていく、ね、だからかあの割とあの代償なんかでだあの OSE ですよね OSE のところに行ってこうどういうところに日経平均のオプション の、 その取引が多い場所があるか、うん、見たりする人もいるんですよね。でだって、まあ、あんまり250円刻みぐらいで見る必要はあんまりなくてイメージね500円刻みぐらいで あこの辺にポジション溜まってるだとかね、はいはいはい、そういうのを見てるとこうあのたまにこう間違って、ね、相場が上がったり下がったりすると、うん、まあなんかあのマグネットとかってよく言われるんですけど、そのねたくさん取引がある投資価格に向かってぐーんと近づいていくみたいな力があったりするんで、まあ、村屋みたいにこうね、はい、こう売り買いを中心にやる人も、うん、普通の先物売り買いを中心にやる人もそういうのを見とくと、うん、あこの辺危なさそうだからこの辺まで、うん行ったらリグっとこうかとかねいろいろこう、ね、この辺まで取れそうかなとかって思いながらやるのもいいかもしれないですね。なんか参考に、ね、なりそうですね。そうですね。そうですね。でこれはあの一応ね第二元月も一応つけてるんですけど、はい、やっぱりあの第二元月との違いっていうのもねちょっと参考になるんですよね、うん、でだからそういうのもちょっと見とくといいかな と、はい思います、はい、でぼちぼちちょっとねあのスキューのじゃ あの先ほどね、はい、言われた違いっていうのをちょっとね、うん、あの見せましょうということで、はい、あのまたこうスライドの22番ですね、はいまあ、あのさっき言った当面動かない、はい、これあのだからさっきあれですよあの重なってたやつです、うん、6月22日時点の図は重なってた状態、それと全く同じあの作り方で作った図がこの1月17日の引け値時点、これでも重なってなくて離れちゃってますよ ね、 ね、うん、でこのね青いのが記事化です、うん、第一元月、はい、で赤いのが第二元月、はい、でこの何だろう何色っていうんですかね、黄緑色ですか、ね、ですこの黄緑色が、はい、あの第三元月です、ねはい、だからちゃんと順番にこうね、うん、木先になるほど上がってる、めったにないんですけどこういうあの木先になるほど上がってる、これ何かっていうとあの当面動かないなってい う、ね、いう状態で、はい、もう第一元月がね売られちゃって、うそういう状態です、はい、安定してだからあのこういう時は安定しちゃってるんだなっていうんですね、はい、あんまり大きな変動は期待できないよっていう感じですかね。だから1月の17日っていうのはそういう状態で、はい、でまさに村山さんもね前かな、うんあのはい、これの一つ前のパートの時におっしゃってたかもしれないけど、こうね急にボラティリティ上がりましたよねっていう、あれがだから2月だったわけですよ。だからこの後に急にボラティリティが上がったあの状態が、ね、あの来たんですけど、それがこの次のスライドですね。2018年の2月の心が、うん、まさにあの月が全部入れ替わっちゃって入れ替わっちゃった、そうですね逆になっちゃってますね、急に逆になっちゃった、なるほどすごいこうなるんだ。そうだからあのああやってあの何もない時にその重なって見れるチャートを作っておくとね、はい、こういうふうになんかあの今どんな状態なんだろうっていうのがまあある程度イメージできる。そうですね、あの VI で見てもいいんですけどね、うん、VI もやっぱりこう VI だとやっぱり1個しか出ないから、しかもそのあのね VI ってあの30日なのかな確か、だから第一元月と第二元月の間ぐらいの、うん、あの値を取ってきてるような感じなんですね。だからそうするとそれ1個で上がった下がったっていう感じになっちゃうんですけど、あのこういうふうにあの元月を分けてその時間の影響を少し外せるようなチャートを作っておけば、
なんかこうモメンタムみたいなものをね、はい、ね、分かりそうですね、取り入れられるでしょ、はい、ね、そう思います、そうなんです、うん、で、ね、こういうのを毎日見てるとね、あ、今こんな感じなんだって、ちょっと上がりすぎじゃないかなって、ね、なんかあの毎日見てるとまあある程度なんかね、そんなイメージをこう、トレードで火傷しなくても済みそうな感じしますよね。で、こういう時にやっぱりほら、僕もあのドライブかかった市場で動いていくのが好きだから、こうね、何も考えないとやっぱり買いたくなっちゃうんですよ。こうやってボラティリティ上がってるとね。そうです、ね。まだまだ上がるよみたいなね。そういうとこは後でやった後にちょっと反省しようかなと。ディーラー心がね、うずいてくるわけですね。なるほど、ね。そういう感じでね。チャンスの前兆みたいな感じですもんね。そうね。で、今はだからどういう状態かっていうと、うん、次のスライドでもう一回なんですけれども、重なってる。ね、これはあの実は6月の25日。はい。ね、結構直近ですよ。直近です。これまだ重なってます。うん、ね、なるほど。だからこれまさにね、気迷い、気迷い、これからどうなるのかなっていう。本当そうです ね, ね。動くに動けないって感じです ね, ね、これね。それでもね、ただやっぱりあの、トランプさんが、ね、北朝鮮と会っちゃった後に、ね、貿易問題がいっぱい出てきちゃったりしちゃうでしょ、はい、そういう話が多くて、こうなんかね、イタリアの債権がひっちゃかめっちゃかになっちゃったり、政権がおかしくなったり、はい、あのメルケルさんがいじめられたりとかね、いろいろ出てきて、もうね、なんだか知んないけど、アメリカじゃナバロさんとね、ムニューシンさん言ってること全然違うじゃないみたいな、もうぐちゃぐちゃなんですよ。だからやっぱりこうね、あの IT 系の株も随分売られてきちゃったりしてるから、こうなんかね、あのスキューがね、やっぱり立ってるんですよね。うん、そういうのもね、すごくこうね、状態で今のところ全体的に立ってきちゃってるんで、はい、そうなんですね、うん、だからこれ以上いくのかそれともっていう部分もあるんですけどね、うん、ちょっと先を、ね、うん、見ていかないといけないわけですね。そういうのを、まあ、見ながらこうスキューっていうのをこう参考にして相場を、ね、なるほどですね、語っています。本当そうですね、ぜひやっていただければ。こういうのが分かると本当に村井は闇雲にトレードするっていうことがちょっと少なくなりそうな気がしなくもないですよね。そうですね、うん、まあ、このスキューの見方とか分かってたら、うん、その今の相場の過熱感とか、まあ、チャンスなのか、それとも、まあ、あの要はあの落ち着いてるね、はい、あの静かな相場なのかっていうのは、うん、すごいなんかパッと分かりやすいですよね。本当、うん、そうですね。で、自分がね、例えば方向性でね、例えばあのしっかり自分で自信があるんだったら、うん、こうね、落ち着いててもこう、じゃあ落ち着いてるんだったらあんまり動かないんだからポジションいっぱい張ってやろうとか、そういうね、こうオプションがなんか随分ボラティリティ高い時はじゃあポジションちっちゃくしようかとかですね、それともあの村屋みたいにプッと買っとこうかとかね、はい、そういうようなことをやるとか、いろいろ、まあ、ポジションの調整だったり、まあ、うん、あのヘッジだったりね、うん、あの入れる参考にはこうスキューを見れるっていうのは面白いですね。そうですね、うん、で、まあ、スキューってね、なかなかあのボラティティを計算しないと できないじゃないですか。だから、まあ、あの普通ね、やっぱり証券会社さんでオプションなんかを提供しているところではまずあのボラティティの計算もやってくれるところっていうのも結構ありますから、そういうところで、まあ、計算をして、はい、あの自分でチェックするとかね、まあ、ちょっと大変なんですけど ね、はい、そうですね。あとは、まあ、パンローリングさんなんかのソフトを使うと、うん、この、あのスキューが見れるんですよね。あ、そういうシステムがあるんですか。で、一応ちょっと時間的にはね、あのアップデートはちょっと遅れたりはするんですけども、うんうん、まあ、参考にするには、例えばあのこれパンロリさんのソフトなんですけれども、うん、これあのこう新しく作ってみますけれども、これあのチャートのグラフを出したところなんですけど、日経平均の、はい、でここをなんかあの新規作成ってやって、オプション場長っていうんですかね、こういうのがあって、うん、これをね、例えばこれも選んであるんですけど、これ、はい、まあ、7月今の第一元月ですよね、はいはい、これこうふっとやるとこう見にくいんですけど、これ実はね、これ IV ってここに書いてあるんですね。あ、ね、でここにあの公式価格っていうのがあって、はい、でプットとコール
なんですよ、はい、でそうそう、まあ今の日経平均って大体アットザマネーがこの22,250円ぐらいですよね、この辺ですよね、はい、まあここに、あ、これはアットザマネーって意味してるのかな、そうですね、印ついてましたね、ここがちょうどね今の日経平均の値だから、うん、ここより上はねプットの IV を見るんですよ、でここより下はコールの IV を見て、これは引けの状態が取ってこれるんですけどね、そうするとほらこれをエクセルかなんかに入れちゃえばね、うん、まあ簡易的にこう隙間作ることができますよね、できます、できます、まあ、なんか難しい計算をする人はねやっていただいて、はい、ね、あれですけど、はい、まあとりあえずこうねスキューが立ってるかとかっていうのを自分でチェックしたい人はこういうソフトを利用するとか、はい、証券会社さんが提供してるなんかねいろんな情報を見てもらうとかっていうのが、はい、まあ、いいと思いますね、はい、これはまあ、そうか、本当そうですね、自分でやらなくても使えるものもあるとそうです、ね、はあ、いうことですから、うん、ぜひ参考にしていただきたいと思います、うん、今回もありがとうございました、ありがとうございます。